上杉隆さんにニュースを取り上げていただきます、一連の原発震災関連のニュースについてですね。はい、はい、まあ、この年末そして年明けぐらいからやっとメディアの方も、はい、いろいろな形で情報を出してきました。先ほど言ったように分断されたところに関しては、まあ、少しずつ改善をされているというか、今頃出してるのは遅い気もするんですが、でまずあのストレステストの、はい、子供にもあったんですけど、まあ、安全性がこの確認されているかを今頃協議するということでやってますけど、まあ、このストレステストのやり方、はい、そもそも出してくる方が、まあ、当事者の、うん、例えば電力会社がそれを出してくるわけですよね、結局情報も。で、昨日、おとといですけど、枝野経産大臣が、まずこのテストの報告書に関して、うん、東京電力は嘘ばっかりだと言って、かなり強い口調で批判をしたんですが、まあ、正直な話、何を今更と。そうですよね。ちょうど1年前の3月、散々ですね、枝野さんに、まあ、電話もしましたし、いろんなところで発信して、はい、東京電力の情報に必ずしも正しいわけじゃないと、疑ってくださいねということを言い続けたんですが、はいはい、まあ、その時はですね、きちんと上がってきた情報を確認取れたらと言って、まあ、まんま東京電力、並びに経産省の、はい、データに乗っかったわけですね。そうですね。そして散々結果として間違えたわけです。それをどの同じ口が言うのかと。本当そうですよ、まずそれを言う前に自分の、無知と、はい、その間違いを1年前のものを謝らないと、そうですね。やはりそれによって官房長官のあの発信によって、既存発表メディア、まあ、ジャーナリズムではない日本の新聞テレビがそのまま報じて、多くの人が誤解しながら、はい、まだ安全だと思って福島に残って、うん、そして、イランの被爆をしたわけですから。本当ひどい犯罪行為につながってますよね。国民にそういう意味での被爆をさせたという大失敗があるにもかかわらず、うん、まあ、それについては触れずに、はい、まあ、それをまた許してしまう社会も社会ですが、本当、うん、そう思いますね。で、そういうのをまた追求しないのはやっぱりぬるいですね、うん、テレビ新聞があると思うんですね。本当です。この原稿の最後にもそうなんですけど、はい、それを判断しないために、まあ、これニュースの原稿ですから、はい、今後の見通しは不透明ですと、うん、またこの文言を使うんですけど、私も最も大嫌いな、うん、今後の、ね、今後も不透明に決まってるんだよな。これだったら新聞いらないだろうと、うん、そう確かに、ね、まあ、これラジオですけど、まあ、ラジオでも、ね、不透明だったらさ、早く普通に取材不足ですいません、うん、分かりませんで書けと、うん、いい加減、でこういうね、上等会、あの、ありふれてるんですよ。うん、で、そういう意味で責任を取らない手はマスコミにもあると。はいはい。で、それはもう政府、それから東電、官僚だけのせいじゃなくて、メディアも含めた、そういう日本社会全体が、こういう無責任体制を許したと。確かに。いうことが、もう大きな問題じゃないかと、思って。3月11日、はい、昨年の震災発災以降、まあ、いろんな形で、まあ、政府の嘘や、あるいは産業界の信用も失ったし、あるいはマスメディアの、いわゆる記者クラブ問題もそうなんですけど、はい、原発を含めた、まあ、日本のパワーエリート層の嘘のとか分かって、みんなほとほと嫌になってしまったっていうのもあるんですよね。はいはい、で、それは、なんでこんなに、分かんないことが多いんだろうとか、一体どこに正しい情報はあるのかだろうと、はいはい、それがまあ社会を分断して、そして不信感を広げてると、はい、で何の罪もない人たちを含めて、多くのですね、その犠牲になったり、あるいはですね、当然ながらその後の処理、例えば放射能だったら、まあ家のローンもあって、そしてこれからっていう時に、移動、別のところに行くことを余儀なくされたり、人生そのものも変わってるんですよね。大変にもう狂わされちゃってますからね。で、まあ、本当に不幸だったんですけど、1年経って、まあ、基本的には変わんないんです。変わんないし、例えば福島の人だったら、聞くと大体みんな3月11日から時計が止まってるということなんですが、ただそこでずっと、後ろを向いてても仕方ないんで、まあ、確かにそうですね。まあ、動いてることによって、少しずつ変わってるところも確かにあるわけですね。子供たちを助けようと言って声を上げて、民間の人たちがネットワークを作って、それで、まあ、子供、少しでも、安全なところにということで、他の県が受け入れをしたり、まあ、沖縄なんかは、子供たち、福島の子供たちは無料で、航空券と、そうですよね。配ったりですね。まあそういうふうに少しずつ改善されてるんで、はい、まあ捨てたもんじゃないな、という意味で、はい、この What a Wonderful World という。ああ、で、これが結局上杉さんの今やってることにもつながるような、名称になってるんですね。ノーボーダーの中の一つの、まあプログラム的なパイロット版の、はい、まあメディア今3月11日立ち上げて、その名称が U3W で、U は上杉さんの U で、3W っていうのが What a Wonderful World の頭文字なんです、それぞれ、ね。W3 つ。で、U3 っていうのはちょっと、まあ U2 に引っ掛けてみようと思ったんですけど。ああ。
あれ何でもそういうことがちょっと頭にあるわけね。だから名前がおしゃれだよね。だからそういうのはね。ワールドワイドウェブ。で、これはもう 100% 自分の個人メディアなんですね。で、それは、目指す、ミドルメディアとは違うんですけど、いろんなシステムの実験とか、そこで、オプエドっていう日本にはない、自分に対する反論を載せる、スペースを作ってみたり、そういう形でどんどん、実験的に取り組んでいこうと。で、要するにノーボーダーができる半年先か、どれぐらいかわかりませんけど、そこに対してのいろんな試し、別にやってみようと、行動することによって何か変わるだろうと、この世界はと。まあまあそうね。だから近々の実験はどういうことをその U3W というところではやるつもりでいるんですか？もう今やってるのは、例えば動画、新聞的なものなんですけど、動画とものを入れてみたり、今言ったオプエドっていうのがですね、あって、それは自分の意見と反対側の人の意見を載せる、つまり出てもらって、それで私に対して反論をそこでやってみようと、いうことをやったりですね。これはもう海外の新聞とか、例えばアルジャジーラもあるんですよ。日本から見ると偏ったって見えますけど、非常にそういう意味ではフェアな言論を提供してるのが、開かれてるよね。なんですね。日本だけは新聞でただ一回も出してる感じだよね。だからそういう意味では、インターネットが出てきたこの時代、そういうことも可能になってきたんで、まあ、メディアを作って、そしていろいろ挑戦して、この、まあ本当に歪みまくった日本の言論社会を変えていく一つのきっかけになればなと。で、これまあいいのは、私もそうですけど、例えば、津田大介さんとか、東博樹さんとか、この若い世代がみんな一人ずつそれぞれメディアでやり出してるんですよ。まあ、それが変わるきっかけになればなというふうに思いますね。今朝は What a Wonderful World というキーワードでした。ありがとうございました。まあ、震災1年を迎えまして、ラジオ、テレビ、新聞等ではですね、特集組まれたりしたんですけども、まあこれどういう思いで見たり聞いたり読んだり、していたのかというのを本当ぜひ知りたいところなんですが、3.11 当日の報道、まあ上杉さんがまず感じたあの印象から語っていただきたいと思うんですけども。当日、今回は1周年ですよね。一個も見てないんで。ああ、そうか。ずっと自分も特番、関わってるとね。やってて、12時過ぎから、東京 FM の特番から、はいはいはい、まあ去年もやりましたけど、そっからニコニコとか、で終わったのが1時ぐらいなんで、実はテレビ新聞見てないんですよ。ああ、そうなんだ。正直言ってよくわかんないですよね。その前までは、ちらちら、新聞とか見てましたけど、まあ検証ってやってましたけど、まあその検証をやるんだったら、何度も言うように、去年の3月、まあ、特に、まあ、11、12から始まった報道、2週間ぐらいを、そのまま載せた方が、よっぽど検証なんじゃないかと。ずっとね、上杉さんおっしゃってるんで、ね。多分載せられないと思いますけど、まあ、それあたりは、本当に繰り返し言ってますけど、まあ、やらなかったってことですよね。基本的には、そこのまできちんとした検証っていうのはできないと。どうしてやらなかったか、そこを言うかというと、海外のメディアみんなやるんですよ、こういう時は。例えば911の後の、まあ、ニューヨークタイムズも、はい、当時まだいた時ですから、もう徹底的にちょっと偏りすぎたんじゃないか、要するにナショナリズムを煽りすぎたんじゃないかって検証したりですね。その時にいろんな誤報もあったんですけど、それも全部細かく検証したり、あるいはイラクの大量破壊兵器、これはあるという報じたジュリス・ミラーっていうニューヨークタイムズの記者の方に偏りすぎたんじゃないかという検証をもう徹底的に一面トップから検証チーム作って半年ぐらいなんですね。で、ジェイソン・ブレアっていう記者、これはもうデタラメな記事を書いて載せてたんですけど、彼をやはり同じように検証チームを作って3ヶ月ぐらい、やって、そして一面トップなんですよ。これはもう、で、なぜニューヨークタイムズは間違いを犯したかっていう、この見出し、一面トップで。で、それで検証委員会のやつを載せて、そして、それが終わった後にその当時の、記者を首、編集主管を首と。ここまでやるんですよ、やはり。日本それやったことないですよね。見たことないもんね。誰も責任取ってないです。そういう紙面はね。だから一個ぐらいやるかなと。いうふうにちょっと実は期待してたんですけど、かろうじて。やっぱりダメでしたね。ね。よくいろいろお詫び記事ってのちっちゃく目立たないところでね、派手にこう誤報載せてちっちゃくお詫び記事やるけど、それすらもないですもんね。ないですね。やっぱそういうフェアな言論空間を持ってないっていうのはやっぱりそのメディアがそういうことをやらないからですよね。やっぱそれ非常に残念だと思いますね。まあ、上杉さん自身もその震災発生時からの発言をブログもしくはメールマガジンで自ら検証と、いうこともされてるわけですけど、そのあたりはご自身ではどういうことをこう思うわけですか？
まあ、基本的にはあれですね、自分のこともやっぱ1年前、今、追録でずっと検証してるんです。で、今日もまた1日1個、追録載せようとするのは、ちょうど去年の1年前の日付、311から始めたんですが、今日は、3月14日、これをそのまま載せると、自分が何をつぶやいたか、何を発信したかって、全部、残ってるんですね。それを、私一回もまだ削除したことないんで、そういうの。それを載せて、自分の失敗とか批判もこれでわかると。まあ、デマっていう根拠は、実は合ってたということもわかるというプラス面もあるんですけど、もちろん間違いもあるんで、これ自己検証ではそれやればいいと。今さっき言ったように、2週間新聞載せろと言ったんで、自分がまずやろうと思って、やったんです。これは、もう、7、8年前になりますが、小泉洋理メディアの敗北っていう本の中で、自己検証と言って自分の記事を徹底的に再取材して、もう一回叩いたという、自虐的な本があるんですけど、それに習って、もう一度やってみようと。まあそれが実は、本当の検証の、自己検証の仕方なんで、まあ口で言うのは簡単なんで、とにかく自分でやって、他のマスメディアの人たちに、こういうふうにやったらどうですかということを、あえて言ってみるというのはあるんですが。まあでもその気配はないですね。ないですね。まあ恥ずかしくてできないんでしょうね。あと、やはりそういう意味では、誠実じゃないですよね。読者とか視聴者を向いてれば、簡単にできますけど、やっぱりそれは自分の、ミスを隠すという非常に悪い体質がメディア全体であるということの証左じゃないかと思います。まあ、非常に残念なんですけどね。まあ、震災以降ですね、ツイッター、それからフェイスブック等、新しいそのコミュニケーション手段で、情報収集する、まあ、利用する方増えてるわけですけど、これからその上杉さんの見通しで、ソーシャルメディアの役割っていうのは、やっぱこれはもっともっと大きくなっていくっていうふうに思われてますか？それはなりますよね。だって便利だし、ただだし。そうだよね。それは基本はただなんで、しかも便利ですよね。まあ、当然ながら人間社会っていうのは便利な方、人類の方はずっとそっちに進むわけですから。個人的な思いを言えば、やっぱり本当に311以降っていうのは新聞テレビでは必要な情報を得られなかったからね、僕自身もね。あと物理的にも例えば新聞を、これを、やっぱり広げて、要するにし、社内で読むよりも、この携帯ので見た方が圧倒的場所も取んないし、早いし、で、それをいいか悪いかじゃないんですよね。やっぱ、そうやって、社会、文明社会は進んできたわけですから、じゃあ、昔のガリ版で、寄ってものを、ね、読むかとか、やっぱみんな便利な方行くわけですよ。それを否定するような、逆行させるようなことをいくら見ても、仕方ないんで、やっぱそれは便利な方に進むのは当然なんですよね。野田総理はですね、昨日のこれ、参議院予算委員会ですか、何よりも大事なことは風化させないことで、今回の経験を語り継いでいくことが最大の鎮魂と、いう感じで、なんとなくあんま気持ちがこもってない形で野田総理の言葉響いてくるんですけど、これ本気でこれ実際に口先だけじゃなくてですね、国がそういうことに取り組むとしたら、こう具体的にはどういうことがこれから必要だっていうふうに思われますか？まあ国も先ほどメディアと同じですね。はい。1年前3月に自分たちがやったことを全部、洗いざらい出すと。国会事故調が今やってますが、政府の事故調、民間事故調に出すんじゃなくて、自ら個人個人の議員が自分の発言をもう一回同じこと言えるかと。でも同じ、政権だと、政権交代しないと、なんか本当のとこが出てこないような感じがしてしょうがないんですけどね。枝野さんもそう、野田さんも当時、菅内閣の、財務大臣として、閣議決定に関わってるわけですから、まあそれをやれば、まあ、おのずから政治責任っていうのは、各議員自体が持つ、決断するものなんですが、まあ、もし私が仮にですね、はい、どっかの大臣だったら、多分政治家辞めてますね。申し訳ないんで。まあそうだね、日本の国民とか、福島の方に対して、やっぱりそれは結果責任なんですよ、政治も、報道も。ね、やはり、誰が何と言うと、結果を間違えた以上は、政治家としてはやっぱり一度責任取らなくちゃいけないと思うんで、もし自分がその立場にいたら、まあ本当に申し訳ないから、おそらく一回議員バッジを外していると思いますが、ね、議員バッジを外すどころか、みんな同じ閣僚になって、いると。まあ、それが無責任社会、日本を作り出してる、まあ、トップの政治家たち、そして官僚も一緒ですね。電力会社の、東京電力の、役員も、はい、まあ、他の企業がこんな不祥事を起こして、事故を起こして、情報隠蔽したら、まあ、大体社長以下、まあ、逮捕ですよね。で、こういうミス、直接的にミスもないし、国民、利用者に、大きな損害を与えたわけですから、人生変えるような。
それだったら普通は刑務所に行ってもおかしくないんですよ。うん、本当そう思うんだよな、で、やっぱりその辺のバランスは法の下の平等ないですよね。全然関係ですけど。ないよね。例えば、堀江貴文さんなんかは、うん、よく今考えてみたら何をやったんだと。本当だよね。いうことなんですよ。うん、何をやったんだと、うん。ライブドアの、じゃあ株主に損害を与えたかって、うん、彼208億円払ってるんですよ、うん。ちゃんと。はい。で、しかも、管理責任で宮内という下の人間がやったことを、まあ、事実上被ってるんですね、で。途中から検察も分かってきたわけですよ。それが、結局、堀江取れというマスコミの論調に押されて、結局今、長野の刑務所の寒いところに暖房もないところに、はいね、これから2年以上ですよ、再来年。そこまでのことをやったのかっていうことだね。東京電力の方がよっぽどひどいことやってんじゃないかと。いや、本当ですよね。そういう意味を考えると、本当にひどい国だなと。いまだにそこら辺のあたりでの捜査もないわけですからね。ないです。証拠保全もない。ね、人がいっぱい死んでんのに、作業員が。現場検証もしないと。どんな法治国家だと。本当にね。そこら辺はやっぱり海外から日本というのは特殊な国っていうふうに見られてるわけでしょ、これ。まあ、ちょっともう、あの、特殊な国は通り越してますよね。あの、ヨーロッパの報道を見てても、3.11 もそうですけど、まあ、ドイツのテレビなんかは、あの、結構、かなり、辛辣にやってましたけど、ついにやっと NHK の BS が、ドイツの記者のコメントで、日本のマスメディアの情報隠蔽について、言ったのを日本の BS の、が流して、3.11 の時に、1、2ですね。で、BS のキャスターが、私たちも反省しなくちゃいけませんねって初めて、高橋さんとか謝りましたけど、でも反省しなくちゃなりませんねって今頃言うのかと、うんうんね、しかも他の国の海外の記者に言わせて、自分たちはやんないと、だからやはりそういう意味ではもう海外の目はもうそれを通り越して、あの、呆れてるというのが、いうのは状況なんですね、まあもともとジャーナリズムとして見られてないんですけど、そうだろうな、まあそういう意味ではもっとそれが加速したということですよね。わかりました、今朝のコメンテーターは自由報道協会代表、メディアカンパニーノーボーダー代表の上杉隆さんです。どうも。